ステージ4参りましょう。ゴーゴープリンセス M is here。 M 姫様、ピーチ、デイジー、ロゼッタ、マリオの世界で M がつく姫様っている？全然わかんねえよ。イエーイ、毒キノコゲット。この子だ多分。何に見える？イシス？パズドラのイシスに見えるけど、そうじゃないのかな？これは何なんだろう？何のキャラなんだろうね。あ、ピクミンに変わった。これ挟まれて死ぬぞ。気をつけないと。この次のうねうねでいこう。オッケー。このうねうねでいく。オッケー。今んとこ全く問題ないですね。あ、多分しずえさんだな。どうもりですね、これはね。いける？ちょっときついよね。コンベアーの向きをしっかり見て、今度右へ右へ、今度右へ、オッケー。ここになんかあります。出たー、メグミンだ。メグミンがなんかファイヤーロッド持ってますね。おっと、おっと、おっとと。ここだけいける。なんか嫌な予感するな。なんかすげえ嫌な予感するな。こんなコース前もやったよね。嫌な予感しかしねえ。落ちたか。ここはなんかあんのかな。あるね。多分その真ん中は何もないんだろう。ここが何もない。うわ、最悪。でもどっか行ってくれますね。あ、これ食らわざるを得ない。メグミンが。そんな。今度はスプラトゥーンですね。よく見てよく見て。次は左にいれば大丈夫。ここ、あ、やばいんじゃね？積んだ？あ、積んだ。こうだ！一気に飛ぶ。とりあえず、メグミンで行こうか。メグミン、メグミン、メグミン。そういうこと。なかなか厄介な感じですね。あ、食らいます。死ぬ死ぬ死ぬ、危ねえ。メグミンじゃなくなっちまった。あ、プリンセスマリオ。マリオ姫。入れない入れない。うわ、これ厄介だな。なると思った。飛ばせ。 OK。 右行けない。やっと進めた。中間置いてくれ。あー、ここで置いてあった。デイジー。デイジーの声やっぱ高えな。ダントツで高いね。デイジーだけおてんば娘って感じするな。どうした？何が起きた？一体何が起きたんだろうか。すごい声出てるな。これ音声収録してる人すっげえ声高いんだろうな。すげえ。猫ピーチになった。ちょっとおそやかな感じになりましたね、ようやく。ん？何もねえよ。何の矢印だ？え？え、何もねえよ。気づく、わかんねえ。何の矢印か。さっぱりわかんない。右ですね。違うんですね。左に行くんですかね。これダメだ。被弾する。いい反応。どっちかな。ドア入ってみます。あ、いけるね。確かに。おー、上に行けましたね。入っちゃいますよ。はい。これで、ゴールのある方のエリア。
なんか合ってる臭くね。上に上がれ。はい。おー、ロゼッタ。真ん中大丈夫なのか。さあ、取れる。あ、あぶねえ。あ、ゴールじゃないな。入るな。やべえ、死ぬ死ぬ。あ、やばい。これまずくね。あぶね。なんかあった。助かった。いい反応見せた。お、なんか正解っぽくね。助かった。死なずに済んだ。やったぜ。投げ。それにしても投げ。やったー。次のコースいきまーす。キープアップ。あ、全然わかんない。え？めっちゃむ、あ、そういうことか。まずあのキノコもらわなきゃいけないんだ。まあ、そりゃそうだわな。ちょっときついよね。キノコくれる気配ねえな、あいつ。どっか行っちまったわ、そして。いやー、これはきついよ。これもあれかな？クリア者が。意外といけたな。意外といけちゃったやつだな。オッケー。サムスの女の子のやつ。あー、外ずれてるから要注意。オッケー。なんだ？双子のタヌキみたいなやつが出てきたな。ほっ、ほっ、ほっ。動くからね。まあまあ、でも大丈夫でしたね。あー、コメは多分ないかな。オッケー。あぶねえ。なんか、バネがバネバネしてますね。バネがバネバネ。バネがバネバネゲ。あぶねあぶね。オッケー。ただいま。ここは？ファイヤー。まあ、ファイヤーなっといた方がいいか。この辺だった。あぶね。でもサイズ感がちょっとアップしちゃったのは怖いけど。ちょうど隙間に落ちるなんてことはやめてくれ。オッケー。うわ、ここだ。よーし。ぴょんす、ぴょんす。うわ、飛ばなくてよかった。ここで飛ぶ。えぐいな。これ飛んだら微妙に死ぬ判定のあれになってんじゃん。あ、これ厄介。厄介すぎるだろう。うわ、倒せない。途中、被弾すると。やりづらいんすけどね。ワイヤーがあるー。よし。あ、ゴールだ。よく見たら。わぁ、わぁ、コインがいっぱい。嬉しいな、なんか。イエーイ。ラストステージへ参りましょう。バウザーシークレット。クッパの秘密。クッパの秘密を暴きましょう。クッパの秘密、クッパの秘密か、そうだな。意外と尻尾が弱点とか。あ、ノーノーノー。クッパの秘密、実は熟女好き、熟の甲羅持ってる、ノコノコが大好きとか。どうかな。他には何かな。あぶね。あぶね、あぶね。オッケーオッケー。他にクッパの秘密になりうる感じのものは、そうだな。実はホモだった的な。実はホモっ気があったみたいなね。だからマリオ大好きで、実は、狙いはピーチじゃなくて、いつもさらってるのは、マリオに会いたかったから、寂しかったから、的な。どうでしょう？いかがでしょうか？ダメでしょうか？あぶねえ。あと、サダマサシ大好きとかね。あ、これは信じて大丈夫だな。オッケー。今度はこっちに行くのか。あの赤、青いのめんどくさいっすね。ここは普通に降りましょうね。あ、まあ、そんなにだね。そんな大したことなかったな。大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。オッケーですね。バブリー、バブリー、バブリーと参りまして。ここで行っといて、落ち着いてかわし、これ行ってこれ行ってここで行き、ここ落ち着いてかわし、ここも行っちゃいます。上か下か。上です。こ
これは危ねえ。あ、間違えた。ちょっと早かったな。これを連れてくんじゃないかなっていう予想なんだけど。大丈夫かな？くねってるから大丈夫かもしんないけど。あー、終わった。終わった。あー、3マスってどうだっけ？いけないっけ？もっと勢いがあればいけたな。ここ。OK。これで多分大丈夫かな。本当に？ちょっと怖いね。ちょっと怖い。あ、全然大丈夫だった。OK。はい。よし、やっと先進めた。クッパの背中の甲羅の中には、実は、熟女の写真が隠されているとかさっき言ってたんだけどね。多分その辺カットになってますね。まあカットだわな。よいしょ。他にクッパの秘密っつったらなんだろうな。ここ一回降りて、そのまま降りて、あぶね。実はコクッパ軍団のウェンディとできてたとか、それに対して実はラリーがものすごく怒っているとか。あ、バカなこと言ってるか、死んだ。あー、怖い。よし、もう中身がないからね。落ち着いて。よし、うまいこと言ったな。あー、そういうわけじゃないんだ。降りて大丈夫。上に行かせるかと思ったらそうでもなかった。下だった、むしろ。またお化け屋敷エリアに入ったか。落ち着いてキノコ取って、クリボー持ってって、大丈夫。倒し、うう、倒してあげた方が良さそうじゃねえか。大丈夫か。おら、オッケー。はい、や、あ、まずいか。早いとこキノコください。てか、この二日酔い状態、マジ勘弁。孔明ない。一回戻ろうか。これあれだね。ここ入った瞬間、二日酔いだ。最初にコクッパに来てもらいたかったんだよな。コクッパ踏んで一気に通り過ごしたい。やり過ごしたい。来た。よーし、来たー、狙い通り。よっしゃー。中間ないから、マジこれ。死んだらマジめんどくさかったぞ。顔でかっ。お疲れ様でした。いや、とても難しい。やっぱ癖が半端ねえな。すっごい癖っけ。本当にすっごいハードなステージばっかでしたね。何なんだろうね。まあこれがとても難しいなんですかね。おほほ、ウィーフィットトレーナー。なるほどね。結構揃ってきましたね。ハテナキノコのキャラクターも。よし、じゃあ今回はここまでにいたしましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。うおっ、うおっ、うわっ、うわっ、うわっ、すげえ、そんなクッパのファイヤーの吐き方あんの？